スケッチャ TV。はい、皆さんどんどん番組を見ながらチャットで質問や聞きたいことを、ガンガン打ってください。はい、参加してください。はい、参加してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲッチャマン、ゲッチャマンです。2月6日、コナミさんから発売される犬と遊ぼうドッグステーション、はいはい、ちょっと聞いてくださいよ。なんすか、この犬と遊ぼうの広告をモーミンがやったんですよ。あ、そうなんだ。はい。え、犬として登場するんですか。違うよ、何を言ってるんですか、そんな。犬かよ。あ、生まれたんだ、これ。はい、今生まれましたね。そこ生まれました。うん、あ、なんだこれ。え、これ虎じゃないんですか。こんな。マネケンですか。これも初めて見ましたね。ではですね、これいいですね。これにしましょうか、じゃあ。はい、これにしましょう。で、こう、虎柄、ヒョウ柄ですね。ご飯、お手入れ、しつけ、出てくるんで、はい。じゃあ、今から何をしようかと。まだ生まれたばっかなので、うん、ちょっとしつけでもしましょうかと。はい。厳しいですね。はい。この中から一番妥当だと思うものを選ぶんですよ。うん。はい。噛むなと。噛むな。噛むな。いいじゃん。今回、こういうふうに今、時間切れだったんで。失敗。はい。これ失敗しちゃうとどうなんですか？失敗すると、やっぱりそんな、成長しなくなっちゃうんですね。こういった、ゲージが出てくるので。ああ、成長度が出てきますね。はい。安いフード、普通フード、高級フードってありますね。うん、あ、じゃあ、ちょっとケチって、安いので。いいやってやると怒っちゃうんですね。本当だ。さすが私の子。え？ああ、モニュー、漏らしちゃうよ。あ、大成功。成功ですね。で、こうやってどんどん吸ってくるんですよ。うんちした。したね。これが、街でして。はい。こう、いろいろ、こう、途中にこう、ハテナ。ありますね。ハテナ。あるじゃないですか、はい、この辺に。ほら、すぐ次にアイテムって見えるじゃないですか。はいはい。あれがまた結構レアアイテムですよね。はい、皆さんもぜひと、ぜひ、一匹、ね、っていうか一匹と言わずにいっぱい育ててください。それで、やり込み紹介、まみ先生でーす。大好きで、私、うん、今まで5作、5タイトル出てる、全プレイしてます。おぉ、ほんとなんだよ。あ、真似しました、今。今回のこのバイオハザードで新しいシステムは、うん、ザッピングシステムといって、うん、2人、出てくるんですけど、両方ともプレイできるのね。お、うん、そう、これで。あ、今2人出てますね。はい、今これ私、レベッカなんですけど、はい、バツ、X ボタンを押すと、うん、ビリーが。あ、切り替わるんだ。ほら、私何もしてるんですけど。ビリーが後ろから守ってくれるんだ。守ってくれるわけですよ。あれ、それさ、26歳ってところが私の難点なんですけど、ね。え、重み全然あり。重みありですか？重み年齢大好き。重みよね、ありかもしれないけど。一番最初の物事の発端はなぜかっていうことにゼロが出てるんですね。あ、1の前ってことですね。1の前なの。ゲームキューブだったからね、かなり画像もね、綺麗なんですね。そうなんですよ。で、私いつもレベッカをプレイして、ちょっとビリーと恋人気分が楽しみ。でも、年下あんま興味ないかな、って。え、年下ビリーと同じくらいの人。そっかそっかそっか。はい。ごめんなさい。もう、全くモーミンから。ごめんなさい。超痛い、今。はい、針が刺した、今。あ、え、なに、モーミンレベッカのつもり？ちょっと。長さがちょっと違うだけで。そうそう、全然違うよ。怖いよ。モーミー、かわいいよ。怖いよ。マン先生、犬を撃つのはあまり好きじゃないの、犬好きだから。そうだよね、さっき犬紹介したばっかりなのね。そうそうそう、それなのにこの犬撃つのはね。山ちゃん、はい、ベリー。ベリー。ベリー。そう、で、ベリー。ベリー。そう、それで、あ、ほら見てこれ！このショット、これ絶対見せ場だから。これ絶対見せ場だから。いけると思いすぎて、そういう意味じゃなくて、この一晩を、バイオハザードの時期を乗り越えるのは、これ一晩の物語なのよ。あ、そうなんだ。朝になっては、終わるのね、これシーンが。そうなんだ。うん、もう水と続くものかと思ってます。あ、そんなに愛は永遠じゃないのよ。犬と遊ぼうとバイオハザードゼロを、はい。紹介したわけですが、はい、どうでした、犬と遊ぼうは。ねえ、なんか、レアなね、犬が出ちゃってね。ねえ、よかったのかな、あれ偶然なんですよね。ね、ほんと偶然偶然。うん。うん、でもすっごい可愛かった。ねえ、うん。あれはほんと私も大好きだから。私も大好き。ほんと？何犬が好き？チワワ。あ、ほんと私ビーグル。あ、耳タップタップ。そう、タップタップ。あはは、ねえ。もう、生ゲッチャは、来週も水曜日夜8時からのスタートですので、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしく。また来週、来週もよろしく。バイバーイ、8時だよ。